Hi, hello, welcome. お疲れ様です、総長。お前、名前は？タケミッチ。タケミッチ、今日から俺の立ち。な。お前、本当に中学生？ああ、せっかく立ちになれると思ったのに残念。さて、どうやって死にて？ん？は？知らねえよ。なんてね。女に手出すわけねえじゃん。バカだな。タケミッチ、ドラ焼きなくなっちゃった。俺、くったらねえ質問。あ、すいません。10個上の兄貴がいてさ。本当にこの人が、あの極悪東卍の頭なのか。無鉄砲な人でさ、自分より全然強えやつにも平気で喧嘩挑んじゃうの。こうどう見たら確かに竹道みたくダサくねえな。竹道、兄貴に似てる。え、兄貴の時代はさ、この辺りにもすっげえ数の暴走族がいてさ、その辺を直感コール鳴らして走ってた。今って不良がダセえって言われる時代だろ。そんな奴らがなんでダセえんだ。だから俺が不良の時代を作ってやる。みんな肩肘張ってさ、俺はお前が気に入った。奴にでも盾つける。お前もついてこい。やる？今日集まったのはメビウスの件だ。うちとぶつかりゃでかい構想になる。だよな。ふんなこと聞いてねえよ。迷惑だって思ってるやついる？こん中にパーの立ちやられてんのに。いねえよな。パーの立ちやられてんのに気負ってるやついる？メビウス潰すぞ。旗が立ってねえじゃん。もう一生許さねえ。俺はお子様セットの旗にテンションが上がるの？旗だぞ。さすがケンチン。すみません、すぐ思ったらすぐ寝んのいいか。東卍は俺のもんだ。俺が後ろにいる限り。しょうがねえな、マイキーは。誰も負けねえんだよ。やっちゃった。うん、俺の方こそごめん。パチンを助けたかったマイキー君、いっぱいお祝いしような。パーが出てきたら。でも正しいのはケンチンだ。笑ってるか。俺を見ろ。俺とケンチンが争って、パーチンが捕まって、笑ってるかよ。みんなが争っちまうって。俺はそんなこと考えてなかった。俺はお前と争いたくないんだ。気が済むまで俺を殴れ、ベイアン。お前と争いたくないんだ。戻ってこい、ベイアン。すっきりしねえ。え？頭のモヤモヤが消えねえ。お前は一体何者だ？なんで清正一派を使って殺そうとした？俺は一番の謎はさ、内部抗争のこともケンチンが狙われてることもいち早く気づき、それを止めようとしていたお前だよ。え？いつもダセえけど。なんだそのダセえ格好。あの、ま、いいや。お前のおかげでケンチン助かったわけだし、ありがとな、タケミッチ。佐野万次郎と。俺が七将のマイキー様だ。バイバーイ。